ワールドカンファレンスセンターボン第39回世界遺産委員会は2015年6月28日から7月8日の間ドイツのボンで開催されたこの世界遺産委員会の会場となったのはワールドカンファレンスセンターボンであるドイツでの開催はベルリンで開催された第19回世界遺産委員会以来2回目西ヨーロッパでの開催は セビリアでの第33回世界遺産委員会以来となった。この世界遺産委員会では、文化遺産23件、複合遺産1件の計24件が登録された、結果、世界遺産リスト登録物件の総数は1031件となり、世界遺産条約を締約しているにもかかわらず、世界遺産を持たない国のうち、シンガポールとジャマイカが新規に世界遺産保有国となった。 また、アイソルによる文化財破壊への避難などを盛り込んだ本宣言が採択された。委員国は以下の通りである。地域区分はユネスコに従っている。物件名に印がついているものはすでに登録されている物件の拡大登録などを示す。太字は正式登録された物件。英語名とフランス語名は諮問機関の韓国文書に基づいており、 登録時に名称が変更された場合にはその名称を説明文中で太字で示してある。第39回世界遺産委員会の審議で新規に世界遺産保有国となったのはジャマイカ、シンガポールの2カ国である。この時点で世界遺産条約を締約している191カ国のうち世界遺産を保有していない国は28カ国となった。危機にさらされている。 世界遺産リストからは1件が除去され、3件が新規に記載された。その結果、危機遺産の総数は48件となっている。1件の名称が変更された。以下の資産について、軽微な変更が認められた。ありがとうございます。